今日はスパニッシュベイに来ています。ペブルビーチゴルフリゾートリンクスの、中で3番目に位置する、ロッジ付きのリゾートです。このプロフィールもデュークメンバーになるとかなり安くなります。今日はカートパスオンリーなのでちょっと昨日と同様大変なゴルフに急いです。ここが一番のティーグラウンドです。皆さんおはようございます。今日はスパニッシュベイに来てます。風は、まあナイスブリーズという感じで言っていますが、今日こそこの90のキロを頑張ります。よろしくお願いします。ここは一番ホールパー5の、ティーグラウンドです。今日は、後ろティーリアム行きたいなと思います。よろしくお願いします。真ん中でした。第1打目255ヤード飛んだんで、2オーバー。ちょっと届きませんでした。第3打目です。バーディーでなった。パーでした。この辺はまた鹿がいっぱい出てきて、かわいいです。こんな感じになってます。2番のティーグラウンドから見たここがスパニッシュベイです。こんな感じのこんな感じのコースになってます。今日一緒にプレーしているゲイリーさんです。非常に狭いパー4なので、170ヤード、ウィンドバンカーも届かない170ヤードでレイアップします。オノ、2打目です。頑張ってカート見ます。122ヤードだけど登ってるんで130ヤード8番で行きます。いい感じで乗りました。バーディーパットいきます。上りのフックラインかなり上ってます。ナイスパーでした。これもちょっとドライバー使えなくて200ヤードでレイアップ。バンカー右方向に。ナイス。残り98ヤード、アプローチショット。アプローチウェイト。壊れて右に行ってしまいました。右に外したと思ったらグリーン乗ってました。12、3メートルぐらいです。うわー、ショートした。
てない。でかいボギースリーパット。上りのパー3です。4番ホール。こんな感じです。ピンまでは162ヤードですが、かなり上っているので170ぐらいコートかなと思っております。ちょっと違った、パーパットになります。ラジのスライスライス、惜しい、惜しい。5番パー4、ティーグラウンドから見るとすごく狭く見えます。真ん中右ぐらいに、バンカーがありますので、それを避けて、右側の木の上をギリギリに越えたドライバーで行きたいと思います。ちょっとスライスかかったって感じで、手ぐらいしてください。見た目、ラフに入ってました。170ヤードショットで寄ってます。バーディーチャンス、上りのスライス、バーディーパットいきます。結構曲がりましたけどナイスパーでした。6番ホールパー4です。左側のバンカーは270ヤードで入りそうもありません。ということで手前のバンカー越えのラインで、左バンカーの右5ヤードから10ヤードぐらいを狙っていければと思います。ドライバーで。パーホール見た目、上り153ヤードありましたね。ボットも160ヤード。バーヤン。バンカー。30ヤードぐらい。エクスプロージョンショット。いいですね。すべて。一緒にプレーしているケイリーがすごくてバーディーパットなので、いいラインを見せられると思います。こんなスライスライン、ワンカップワンハーフ depends onYou know how you pat? 海に向かって打つ7番パー4です。途中にフェアウェイの途中にハザードがあって240ヤードぐらい行くとハザードに入ってしまうので気をつけなきゃいけませんが、風はアゲンストなので、とりあえずドライバーで打ってみようかなと思います。海からのアゲンストが吹いたので170弱、6番ユーティリティでいきたいと思います。
があるんだ。わからない。またもや3パット。8番パー3です。ほとんどハザードばかりでアイランドグリーンみたいな感じですね。グリーンの周りは全てバンカー。非常に難しいパー3になっています。このティーグラウンドからはよく海が見えます。こんな感じで132ヤード、一番アイアンで。入っちゃった？はいはいはい。レンタンマッチ、はい。9番ホール、パー4です。真ん中に見えるバンカー方向を。はい、スロー。真ん中行きました。9番ホール第2弾目、残り128ヤード、8番アイアン、残り何だ、8ヤード、ちょっと右ですね。That's very good one. That's far でした。